ダメか。よじ登る？ダメだ。有刺鉄線がある。ここは諦めよう。ねえ、見て。ホタルだ。これ、本物だよ。ああ、分かってる。ごめん、つい。ごめん、一瞬見とれてた。上から見てみよう。これはどう？よし、行こう。ビル、お前か。いつもどこで会うの？ん？場合による。ここ来たことないんでしょ。ここに住んでるのは知ってたが、直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う？だといいな。なら、確かめに行かないとね。そうだな。こっちだ。気をつけろ。高いぞ。
何あれ。下がってろ。入るぞ。ダメだ、反対から塞いである。ねえ、持ち上げて。ダメだ、やめといた方がいい。私は持ち上げらんないから、そうするしかないでしょ。よし、こっちだ。足を出せ。ここを開けるだけだぞ。分かってるな。任せて。おい、落ち着け。よし。
ちゃん。やったな。どうも。ねえ、友達から車を借りたとして、その後は？そうだな、トミーを探す。あんたの弟のこと？しかもあいつは元ファイヤーフライだ。情報を持ってる。分かった。かなり遠くに住んでるから車がいる。強制避難って書いてあるけど、どこへ逃げるのよ。それはな、隔離地域だ。感染者が現れる前にニュースを知った場所だよ。奇跡的に。辛いね。何もかも置いていかなきゃいけないなんて。マシな方だ。懐かしい感じだね。懐かしい？うん、違うかな。ならどう表現する？空っぽ。ああ、そうも言えるかな。なんか悲しいよね。何が？レコードはこんなにあるのに聞く人がいないんだ。とにかくおかしいよ。なんだ？うわ、びっくりした。ちょっと、今の何だったの？きっと、ビルの仕掛けたトラップだ。その人おかしいんじゃないの？おかしいなんてもんじゃないな。一体どういう人なの？ビルは、密売してた時の仲間で、調達係だ。会う前に吹っ飛ばされなきゃいいけど。気をつけて移動すれば大丈夫だ。
ビールは弓が得意なのらしいな。よし、これを使って登ろう。おっと、こいつは…使わせて。結構打つの得意だから。こういうのは俺に任せとけ。でも私も武器を持てば助け合えるし。バカを言うな。いいぞ、上がれ。了解。いいか、ビルにはちょっと気難しいところがある。だからあいつとは俺だけが交渉する。いいな。はいはい、わかりました。はっきり言ってビルはかなりよそ者に冷たい。了解。いいやつだよ。ただ打ち解けるまでに時間がかかるんだ。
ワイヤーがあるだろう。あれに触れないように動けば大丈夫だ。分かった。聞こえた？ああ、最高だね。だろ。ひどいな。ワイヤーに気をつけろ。そこ見えるか？下がれ。離れるなよ。大丈夫？畜生ビルミ。何なのこれ？ビルのふざけたトラップだよ。そこ、冷蔵庫が重りになってる。分かった。ロープを切れ。それで落ちる。分かった。ジョエル。クソ、起きやがった。Oh!
ありがとう、助かった。あ、エリー。え、何？ジョエル！何すんの？後ろ向いてひざまずけ。落ち着けよ、ビル。後ろ向いてひざまずけ。俺は本気だ。おい、落ち着け。噛まれたか。いや、出来物は感染はしてない。万が一お前だ。このクソガキが。もうやめろ。やめろって？勝手に家に入り込んで罠を全部台無しにして殴ってきたのそっちの方だろ。それなんだよそのガキ。なんでいる？あんたに関係ないでしょ。さっさとジョエルに借りを返してよ。まずはこの手錠外して。ジョエルに借りだって何の冗談だ。手短に話せ。車がいる。マジで冗談かよ。車が必要だと？そもそも車なんてないし、もしあったとしてもお前に渡すはずないだろう。え？ああ、ジョエル、車か、持ってけ。ついでに食い物も全部だ。どうせ食いすぎでしょ、このテーブル。よく聞け、クソガキ。黙れ、豚！あんたこそ。いいから、お前は黙っとけ。いいな。お前にそれほどの借りを作った覚えはねえぞ。いや、ビル、作ったろ。どうせ使える車はない。町のどこかにはある。あるのは車の部品だけだ。じゃあ修理はできるってことだな。分かった。こうしよう。町の反対側に必要なものがある。取ってくることができれば
車を修理してやれるかもしれん。そしたら借りはチャラだ。いいさ、どうせもうすぐ死ぬんだ。よし、ついてこい。町中に罠が仕掛けてあるんだ。ヘマすんなよ。あんたがね。やめろ。よし、何か必要なものがあるんだったらこっから持ってくんだな。すまんな。エリー、使えそうなものを探せ。はいはい。やり方知ってるの？ああ、ヘボだが。やってみたかったんだ。おい、ボビー・フィッシャー、チェス盤には触るな。ボビーって誰？気にするな。